ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回はアンカーの方から新しい電源タップの発売がスタートしていますのでご紹介したいと思います。アンカーと言いますと、どちらかというと充電器だったり USB ケーブル、最近ではワイヤレスイヤホンというイメージの強いメーカーではありますが、電源タップも販売しており、例えば過去に自分が購入したモデルとしましてはこちら。アンカーパワーエクステンド USB2Me。 こちらのモデルはどういうモデルになっているかと言いますと、こんな感じ。実際に何か家電製品を接続するポートはこの上の部分に2つ、それ以外には USB-A のポートが前面側に2つ搭載されています。要はこれ1台で電源タップとして使うこともできれば、スマホやタブレットの充電器としても使うことができるという製品になっています。これ以外にもアンカーのこの種の電源タップはいくつか購入しており、その他にマサルが購入したものとしましてはこちら、アンカーパワーポートストリップ PD3 というモデル。こちらもすでに購入して現在毎日使っています。こちらにつきましては電源ポートの方が3つ、そしてこちら側に USB-A 端子が2つに USB-C 端子も1つ、この構成となっています。特にこのモデルになりますと USB-C ポートがあって、なおかつパワーデリバリーにも対応していますので、各種ガジェット関係の急速充電も行うことができ、特にこの製品は快適に使えています。あとこれ以外にもこの種の電源タップはアンカーから販売されており、コンセントを接続するポートが一番多いのがこちら、パワーポートストリップ PD6 というモデル。各種電源機器につきましてはここに6つ接続することができ、あとは USB にしようとしましては1つ前にご紹介したモデルと同じ USB-A 端子2つにパワーデリバリー対応の USB-C 端子が1つという構成になっています。若干価格は高いものの、電源タップとして使うこともできれば雷ガード機能もついていますので、万一の落雷の時に接続している家電製品を保護することもでき、かなり万能なモデルとなっています。ただ現在のラインナップ欠点としましては、特にこのモデル、一番安いこのモデルにつきましては USB 端子が A 端子しか搭載されておらず、パワーデリバリー対応の C 端子がありませんでしたので、コンパクトでなおかつパワーデリバリー対応の USB-C 端子も付けてほしいという方にとっては少し使いづらいモデルとなっていました。今回発売された新しいモデルはその辺のところを改善されたモデルとなっており、こんな感じに変わりました。製品名としましてはアンカーパワーポートストリップ PD2 ミニという製品になっており、この製品は比較的価格も安く2000円台で購入することができるほか、電源端子はまずこちら側に1つ、それから反対側にも同じ端子が1つ、電源タップして使う場合は2つの機器を同時に接続することができます。さらにこれまでコンパクトなモデルでは省略されていましたパワーデリバリー対応の Type-C ポートもこちら側に搭載されていますので、各種機器を急速充電したいという方にはちょうどいいモデルになっています。細かい仕様もご紹介しておきますと、サイズは 80×80×34mm、 これは本体の四角い部分のサイズになります。ケーブルの長さは 1.5m、 重さは 322g、 出力につきましては最大 1000W、 これは電源タップとして使う場合の出力になります。ですので本来この種の電源タップというのは出力の上限が 1500W というのが一般的なんですが、この製品は少し出力が低く 1000W までとなっています。ですのでかなり電力を消費するような家電製品、例えばドライヤーだったり電子レンジ、オーブントースターなど、そういった機器と組み合わせて使う場合は注意が必要です。あと肝心の USB 部分の定格としましては、USB-A 端子の方が 5V 2.4A、 最大 12W 出力に対応、 USB-C 端子の部分が 5V 3A または 9V 2A、 18W 出力に対応したポートになっています。なお USB ポート自体は合計3つ搭載されていますが、この3つ同時に使った場合でも出力の上限としましては 30W という縛りがありますので、もし3つの機器を同時に急速充電したいという場合はこの 30W の縛りに引っかかってしまいますので、出力が落ちてしまいますので、その点は注意が必要です。ですのでその USB の合計出力が 30W というところ、そして電源タップとしての出力が 1000W までというところ、その点には少し注意が必要ですが、
それ以外はコンパクトで、かなり万能な電源タップとなっています。サイズ的にも比較的コンパクトですので、普段携帯するには 300g 以上重さがありますので、やや重たいところはあるものの、旅行などに持っていく電源タップとしましては、これ1台で電源タップとしても使うことができるほか、充電器としても使うことができますので、かなり快適に使えるのではないかと思います。もちろんパワーデリバリー対応といいましても、Type-C 端子の出力は 18W が上限となっていますので、例えばノートパソコンなどもっと出力が必要な機器を充電するには使えないということになっていますので、あくまでスマホやタブレットの充電用、そしてノートパソコンの充電もしたいという方の場合は、これ以外にもっと別の高出力なパワーデリバリー対応の充電器を持ち歩く必要があります。ということで、今回はマサルもこれまでいくつか購入していますアンカーの電源タップに、最新モデルアンカーパワーポートストリップ PD2 というモデルが登場しましたので、こちらにつきましてご紹介しました。なお、これ以外にもアンカーの製品ですと、最近は新型 iPhone から対応しましたマグセーフ、このマグセーフに対応したワイヤレス充電器、例えばこんな感じ、外見上はアップル純正のマグセーフと近いような、こういう製品などもアップル純正品よりも安い2999円で販売されていたり、あとはこちら、こんな感じでマグセーフ対応の充電器とスタンドがセットになったモデル、このモデルですとここに iPhone をくっつけた状態で充電することもでき、スタンドとしても使うことができるというモデルになっています。こういった製品も4490円と比較的手頃な価格で販売されていますので、この種の製品も購入を検討している方、動画の概要欄の方にアンカーの公式ページのリンクを貼っておきますので、その辺が気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。